はい、皆さんこんにちは。はい、今日は久しぶりまたね、一の池公園に来ましたね。ちょっとクーリングなんとかいうのが目に入ったんで、それちょっと見ておきたいなと思いました。その他にね、まあちょっとウニバスも気になっとったんですけどね、ウニバスがなんか咲いてないみたいで、ちょっと残念なんですよね。はい、まあいいですわ。ここは水蓮だけど、水蓮きれいに咲いてますね。小さいですけどね。黄色と白かな。どこや、これか。ね。向こう側は黄色やね。ちょっと縄がしてあってね、中に入れないんで、遠目で写真撮影しますけど、ご了承ください。ね。はい。それではちょっとオニバスの方に行ってみたい。はい、ひまわりはもう終わりました。まあ咲いてるものもあるんやけどね、ほとんど終わってますね。アジサイもね。で、ここがまああれで、オニバスの池なんですけどね、あと全然ねないでしょ。どこ行っとったんやろ、オニバス。もうだいぶ花広げとってもええ頃なんやけどね。まあガガブタちょっと後で見に行きますわ。向こう側の池の方が落ちてんでね。まあこれ、はい、ね、はい。でも春咲いとったこれね、もう終わってますねこれ。狼狽でしたよね。この種みたいなのがよくできて、それで今の季節ちょっとね、浜棒なんですけど、終わった。あ、まだ咲いとった、よかった。動画が切れましたけどね、これが浜棒ですね。もうなんか終わったのかな、感じ的に。あの日ちょっと黄色に見えますよね、これ。ね。あとね、近くでちょっと、一輪だけ咲いとったかな。これね。ハマボ。綺麗ですよね。これはまあ、アオイカですよね。今、アオイカの花は一斉に咲いてますんでね、どこでもね。向こう側にもなんか、青いパンスクロスあるみたいだから、ちょっと見に行きましょうかね。はい。クーリングシェルターいうのはね、どうも高砂市が用意しているこういう施設内に涼めるところを設置せなあかんというふうに決められとって、ここは部屋がね、めっちゃ涼しいです。それもここ広いからね、公園もあるし、まあ子供の遊びもあるんでね。で、これ、今年の誕生か、サルスベイね。まああちこちで今見に行ってますけどね。うん。それでね、今年はね、オニバスはね、どうやらザリガニとか食われてね、で春に大量に藻が発生して、今年は無理らしいです。はい。じゃあちょっともう一つ、あれ見ておきます。アオイカのね。はい。で、食虫植物展も今やってますんでね、いらっしゃいませね。はい。これ、ね、黄色いのは目立っとって何やろな、みたいな。海ない石らしいですね。あ、昨日なんかそう。ここ藤葉釜がね、朝今だらね、また秋、あ、それと気境がね、気境が綺麗ですわ。そうですね、気境咲くんやったな、ここ。思い出しました、気境と見直してのね、コラボが綺麗ね。はい、じゃあちょっとね、サルスベリとね、もう一つ青いかのあれがあるんで、ちょっと見に行ってますね。はい、公園内サルスベリが点在してますんでね、ピンクの花って出た、色を目立ちますからね、すぐ分かると思いますもんね。あの黄色い花を見かけないけど、いつも名前忘れるぐらい。これね。それでこっち側にね、
めっちゃでかいやん。なんかすべての木が見えたんでね。おでかいしね。サブスベリね。何のこれは。はあ。はい、綺麗ですね。ちょっと植物園の人に聞いてみようか、これ。何ちゅう花見らないか。ね。それと、青イカのあれ、こうかな。バラがちょっとまだ咲いとんね。うん。バラもこれ、通年咲いてんのじゃん、これ。まあ、5月か6月頃から、11月頃まで。はい。これ、赤い花、綺麗でしょね。これね、タイタンビカスというらしいですよ。ちょっとね、奥の方で入られへんからね、ちょっと遠目で悪いねんけど。これ、ちょっと、前のこのなんとかいう花がでかすぎて、どういう場合めっちゃなすぎて、ちゃめんね。タイタンビカス、こっちの人やちょっと、綺麗な。タイタンビカスね。青いか。はい。大きな花が綺麗よね、これ。ハイビスカスみたいな。こっち側は赤やね、奥の方ね。こっちが白です。はい、まあそんな感じですね。はい、オニバスね。あそこのやつは死滅してましたけど、これから8月に入ってから、多分咲くであろうというらしいです。それで咲かなかったらね、残念しようということらしいですけどね。このように、抜いていくのやりますんでね。藤棚もあるしな。で、今年はね、この芝生広場でね、スプリングラムするらしいんだけど、だいたい3時から4時ぐらいの間らしいです。まあ、それもはっきりわからないんでね、来てからまた聞いておいてくださいね。まあ、そうやね。湿生植物園。まあ、これ見てね、子供の遊び場もありますんでね。はい。はい、竿池ですね。一の池公園はこの上ですね。あそこね、一の池公園。ガガブタ見に来たんやけど、なんかガガブタでないような水生植物がなんか咲いてるみたいな気がするけど。ちょっと向こうか、ゴビが多いけど、行ってみようか。ね。はい、ちょっとこっちの方来ましたけどね。まあ、向こう側にも白いのもちょいだけど、ガガブタがね、もうちょっと近くですよ。ちょっと遠いな。白いのもちょい咲いてるの見えますかね。よいしょ。思いっきり拡大したこれ。この辺にちょい白いのが見えると思うんですけどね。これガガブタの花ですよね。これも葉っぱの隙間から咲いてるガラブタの花ですね。それでもまあまあちょっとは咲いてますね。まあそんな感じで割と広がってますね。ここねガラブタがね。はい。まあそんな感じですね。はい。向こうが鹿島神社ね。はい。ということで、本日もご視聴いただき、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。